Hello and welcome back to another video. Last time we were supposed to talk to Mr. Grim the Grizzly Bear. So let's do that. おお、君たちか。 久しぶりだね。話はいろいろ聞いているが、頑張っているようじゃないか。先生ほどじゃないと思いますけど。もう慣れっこだよ。それはそうと、どうかしたのかね。何やら相談事があるような顔つきをしているが。 驚きました。やっぱわかるもんすかね。まあ、そういった依頼人をそれこそ山ほど見ているからね。仕事も一区切りついたところだし、相談くらいには乗れると思うよ。先生、ありがとうございます。それではお言葉に甘えさせていただきます。 なるほど。アルカンシェルに脅迫状が。そして銀という差出人とルバーチェとの関係か。何か心当たりでも？いや、あいにくそれらを結びつける情報は知らない。銀という名前ならば心当たりがないわけではない。ね、本当ですか？ あ、同じ人物を指しているかどうかはわからないが、それでも構わないかね。ええ、もちろんです。今は少しでも手がかりが欲しいところっすから。前に出張で共和国に行った時なんだが、奇妙な都市伝説を現地の人に聞かされてね。陰と呼ばれている伝説の教主がいるらしいんだ。 いわゆる東方読みですね。その教主というのは、確か刺客とか暗殺者って意味だったはずだ。主に東の方で使われてる呼び方らしいが。よく知っているね。まあ、優秀な傭兵のことをイエーガーと呼ぶのと似たような習わしなんだろう。しかし、その都市伝説というのは、 ああ、どうやら本当に実在しているのかどうかわからないらしくてね。噂では仮面と黒衣で身を包み、決して素顔を見せないという。影のように現れ、影のように消え、狙った獲物は絶対に逃さない。そんな亡霊のような存在として噂されているみたいだね。亡霊？随分荒唐無稽な話だな。 なるほど。だから都市伝説ですか。ですが、その伝説の刺客がどうしてイリアさんに脅迫状を。そうね、すぐには繋がらないけれど、もしかしてヘイユエ。ああ、俺もそれは思った。確かにヘイユエはカルバードの東方人街に 一大勢力を構えている組織だ。伝説の教主と何らかの関係があっても不思議ではないが。なるほど。あの若頭が反応した理由がなんとなく見えてきたな。ルバーチェとヘイユエは現在この町で対立している。そのヘイユエとインってのが結びついているとしたら、ルバーチェと無関係でありながら、 彼らが強く意識している存在、ロイドさんの推測を裏付けることにはなりそうですね。興味深いな。しかし、そのインがどうしてアルカンシェルの大スターイリア・プラティエを脅すのかね。それは確かにそうですね。イリアさんとルバーチェの会長が 酒の席でトラブルを起こした件、それが関係している可能性は？
どうやら大した話ではなかったみたいだし、ルバーチェの対立相手が彼女を脅す理由にはならないわ。だな。となると脅迫状の印ってのは全くの別人って考えた方がいいのかね。いや、これだけ符号が揃ってるんだ。全く関係がないと切り捨てるのは早計だろう。なあみんな、さっきの今でなんだけど、一度ヘイユーも訪ねてみないか。え？おいおい、またしてもいきなりだな。考えても見てくれ、あのルバーチェに警戒されているほどの勢力だ。そんな相手がこの町に進出して裏社会の覇権を奪おうとしている。場合によってはルバーチェより危険な組織かもしれない。それは、なるほど。これを機会に確かめるわけですね。しかし、いきなり訪ねても大丈夫かよ。どんだけ危険な相手だか、こっちには情報もねえんだろ。ヘイユエ貿易公使の支社長だが、実はこの前会ったばかりでね。え、本当ですか？クロスベルでの商取引について法的に問題ないか監査を依頼してきたんだ。違法なところはなかったから結局引き受けることになったが、その時にその支社長と会ったんだ。そうだったんですか？そのどういった人物でしたか？一言で言うと切れ者だね。まだ若いのにひょうひょうとした言動で相手を絡め取っていくというか、とにかく一筋縄ではいかない頭脳の持ち主だと感じさせられたよ。頭脳派で、なかなか厄介そうな相手だな。そんな切れ者にわざわざ面会を申し込むのか？ああ、せっかく口実もあることだしね。どうかな？面白そうじゃねえか。私も少し興味があります。私もルバーチェについてはある程度は知識があるけど、ヘイユエはほとんど知らないから、確かにいい機会かもしれないわ。決まりだな。イアン先生、どうもありがとうございました。これでなんとか捜査を続けることができそうです。そうか。そうしていると少しガイ君のことを思い出すな。な、相手は一応真っ当な貿易会社を装ってはいる。その意味で尋ねるだけであればそこまで危険はないだろうが、だが彼らの本体は巨大な勢力を誇る犯罪組織だ。くれぐれも気をつけたまえ。はい、ご忠告感謝します。 Alright, alright, alright. さてと、ヘイユエ貿易公使に行こうか。確か港湾区にあるはずだけど。場所的には港湾区の北東の外れですね。川辺に面しているみたいです。ああ、あの赤っぽい東方風の建物だよな。あの周辺は IBC やクロスベルタイムズがあるくらいまともな場所のはずだけど、まあいいわ、とにかく行ってみましょう。 Let's do that。I wonder what they are like. Northeastern corner. Northeast. All right. A sign is affixed to the locked door. Heiwe Trading, Crossbell Branch. If you have business with us, please knock. ここか。どうするの？すみません、いらっしゃいますか？
どちら様でしょうか。クロスベル警察、特務支援課に所属する者です。とある事件に関してこちらの支社長さんの話を聞かせていただければと思いまして。少々お待ちください。さてと、鬼が出るか蛇が出るか。扉が開いてみてのお楽しみですね。お待たせしました。支社長が会われるそうです。どうぞ中へ。どうも。失礼します。Our apologies for making you wait. Right this way. This is the branch manager's room. Yeah, よくいらっしゃいましたね。はじめまして。クロスペル警察特務支援課のロイド・バニングスと言います。こちらこそ。はじめまして。ヘイユエ貿易公使。クロスベル支社を任されているサオリーと言います。 I mean, I'm not sure, but I think his hair is pink. Might not be sure, might not be true, but I think it's fucking pink. Holy shit, of course it's pink. ロイドさんにエリーさん、ランディさん、ティオさんでよろしかったですか？ Okay, maybe it's purple.どうして私たちの名前まで。種を明かしますと、クロスベルタイムズを愛読していまして、あなた方の記事を読んでファンになってしまったんです。それで失礼ながらいろいろつてを使ってお名前を調べさせてもらったんですよ。そうだったんですか。おいおい、いきなり先生パンチかよ。角を歯の切れ者。いやー、私としては皆さんにお会いできて光栄なんですが、本日はどのようなご用件で。もしや当社の営業活動に何か問題でもあったのでしょうか。いえ、そういうわけではないんです。実は自分たちは現在アルカンシェルに関係する事件を調べていまして。アルカンシェル。ああ、あの有名な劇団のことですね。いやー、クロスベルに来たからには私も一度は見ておきたいんですが、忙しくてなかなか時間が取れなくて。そういえば今度新作が発表されるそうですね。ええ、実はその新作の公演についてちょっとした問題が起きていまして、その捜査の一環としてこちらに伺わせてもらったんです。何か事情がありそうですね。わかりました。詳しい話を聞かせていただきましょう。いいんですか。こちらの貿易会社はカルバード共和国の東方人街に本社がおありだとか。もしかしたら名前くらいご存知ではないかと思いまして。なるほど。まるで私どもがその陰なる犯罪者と関わりがあるかのようなおっしゃられようですね。いえ、とんでもない。正直情報が少なくて、こうして藁にもすがる思いでお尋ねしたというだけなんです。いいでしょう。あくまで一般的な情報ですが、陰についてのもう少し詳しい伝説についてご披露しましょうか。お願いします。インという名前は共和国の東方人街では非常に有名です。仮面と黒衣で身を包み、素顔を見せない謎の教主。影のように現れ、影のように消え、狙った獲物は決して逃がさない。そしてここが肝心ですが、不老不死。それはどういう。どうやらインは
100年以上前から教師として活動を続けているそうです。100年前といえばカルバード共和国が民主化された直後くらいのことですね。そしてその時の記録を調べると確かに院の名前が品質するそうです。動乱期の最中、要人を次々と葬った国威に身を包んだ謎の魔人としてね。ますますもって荒唐無稽な話ですね。やっぱりただの言い伝えで実在はしてないんじゃねえのか。いいえ、実在しますよ。何？東方人街の裏側においてはインはただの伝説ではありません。正体不明ではありますが、条件さえ合えばミラで雇える最高の資格にして暗殺者、あらゆる暗記と武術を使いこなす神速の速さを秘めた闇の武術家、そんな存在として認知されています。噂ではとある組織に重宝され、よく仕事を任されているのだとか。その組織というのは？ああそうそう、その院ですが、噂では最近東方人街から姿を消してしまったそうですね。なんでもその組織から大きな仕事が入ったらしく、とある自治州に向かったのだとか。あんたどうしました？その組織が何という名前なのか、私その自治州がどこなのかもね。Oops。どうやらあなた方もルバーチェと同じようですね。たかが地方組織ごときと同じにしないでいただきたいと言いたいところですが、彼らは彼らでこの得意な町に抜け目なく適応しているだけはある。なかなかに手ごわく、私も手こずらせてもらっています。おいおい、ぶっちゃけましたねあくまでビジネスの競争相手としての話ですよ。クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか？一つ聞かせてください。そのルバージェとの競争の中にアルカンシルは入っていますか？ほう、以前ルバージェの会長はアルカンシェルに対して帝都工業を持ちかけたそうです。同じようなことをお考えになってらっしゃるとか確かに共和国の方ではそういった動きもあるようですが、あいにく私どもの会社は芸能方面には関わっておりません。私としても不思議なのですよ。どうしてその脅迫状の最後にそんな名前が書かれていたのかがね。なるほど、いろいろと参考になりました。どうもありがとうございました。ロイドさん。おい、いいのかよ。これ以上ここにいても得られるものはなさそうだ。いろいろと忙しいみたいだし、そろそろ失礼させてもらおう。そうねお気遣い感謝します。ああそう、ロイドさん、何でしょうかそう怖い顔しないでください。先ほども言ったように、私があなた方のファンというのは本当のことなんですから今回の一件なかなかに興味深い。一ファンとしてあなた方がどのように解決してくれるか楽しみにさせていただきますよ。お疲れ様でした。また何かあればいつでもいらっしゃってくださいとの支社長からの伝言です。どうもご親切に。
ルバーチェに続いてこちらもだったか。ま、あっちよりははるかに友好的だったが、逆に舐められてたのかもな。その可能性は否定できないかと。エリ、ひょっとして具合が悪いんですか？ううん、大丈夫よ。それよりもインという凄腕の資格がクロスベルに潜入している、その情報は確かみたいね。ああ、あの調子だと間違いないだろう。ただあの支社長がアルカンシェリやイリアさんを脅迫したとは思えないんだよな。ああ、そんな感じはしたな。もしそうだったらそもそもインとの関係をほのめかしたりはしねえだろう。ということはインという暗殺者が雇い主であるヘイユエに関係なく勝手にやったことなのでしょうか？そうだとしたら正直手詰まりになりそうだ。さっきの話が本当ならあの支社長もインの素性を知ってるわけじゃないんだろう。となると本人を捕まえるしか聞き出す方法がないってわけか。そうね。もしそのインという資格がイリアさんを狙っているなら、これはもう私たちの仕事ではないかもしれない、ね、どうやら相当な凄腕みたいだし、私たちで捕まえられる保証もない。だったら今回は警察本部に任せた方がいいんじゃないかしら。それはまた旧市街の時のように知らぬ顔をされるのでは。ううん、アルカンシェルやイリア・プラティエという存在はクロスベル氏にとって非常に重要よ。その身に危険が迫っているなら警察本部だって絶対に動くはず。それこそ警察の威信にかけてもね。その通りだ。あなたは確か捜査一課の一課のダドリーだ。来い。え？こんな場所で悠長に話をするバカがどこにいる。いいからついてこい。わかりました。おいおい、何だってんだ。お前たちはアホか。何のつもりかは知らんが、のこのこと乗り込んで、挙句の果てにあんな場所で悠長に相談事をするとはな。すみません。確かに少々配慮が足りませんでした。まあいい。で？で、とは？アルカンシェルがどうとか口走っていただろう。それと、お前たちがヘイユエを訪れたことに何の関係があるか。Why should we tell you anything? 洗いざらい話せと言っている。Why? な、おいおい、いきなり何言ってんだ。唐突に現れた割にはずうずうしい要求ですね。ずうずうしいのはどちらだ。我々一家は一月以上前からヘイユエをマークしている。いきなり何の断りもなく割って入ったのはお前たちだぞ。そうなんですか？もしかして一家の方でもインを？その名前を知っていたか。とにかく知っていることを包み隠さず話してもらおう。従わなかった場合、こちらの捜査妨害を行ったとしてセルゲイさんに厳重抗議する。わかりました。ただし、あくまで支援課で受けた話です。他言は無用にお願いしますよ。それは私が判断する。いいから話せ。これは命令だ。なるほどな。手がかりがないと思ったが、ようやく尻尾を出したというわけか。それは
院のことですよね。そうだ、ルバーチェに対抗するためヘイユエが切り札として雇ったという凄腕の刺客にして暗殺者、ある筋から情報を入手して以来我々一家はヘイユエを監視してきた。だがまさかお前たちのような子犬どもに首を突っ込まれる隙を作るとはな。言ってくれるじゃねえか。ですがどうしてヘイユエだけ監視を、ルバーチェの方は放置しているようですが。何を言っている、ルバーチェについても大体の動きは把握しているぞ。旧市街の一件や軍用犬の使用、お前たちが関わった一連の事件もある程度のことは事前に掴んでいた。だったらどうして。あの程度で動いていてはキリがないというだけだ。殺人が起こったわけでもなし、ただの小さないざこざに過ぎん。どうして他の重要案件を後回しにして限りある人員を割かなくてはならん。そうは言っても、我々捜査一課はお前たちのようなボンクラとは違う。この正義が守りきれない町で一定以上の秩序を保ち続けること、殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の情報機関から可能な限り人と社会を守ること、その苦労がお前たちに分かるのか。やはりそうなんですね。クロスベルの平和と繁栄は薄皮一枚の上に成り立っている。市民の大半はその事実に気づいていないがな。ルバーチが帝国派議員と結びついている話は有名だが、あのヘイユエにしたところで共和国派議員と関係を深めている。その時点で直接手を出すのはどちらも不可能になってしまっている。それだけではない、スパイを取り締まれる法律がないから外国の諜報員なども入りたい放題だ。そんな、信じられません。なんつうか末期状態かもしれねえな。だがそんな絶望的な状況でも我々はやれることをやるだけだ。全ての案件の危険度を査定し、たとえ根本的に解決できなくても抑止できるように働きかける。院の問題もその一環に過ぎん。アルカンシェルの一件についてはこちらの目が行き届いていなかった。情報提供に感謝する。あとは一家が引き継ぐからお前たちは通常業務に戻るがいい。おいおい、なんでそうなる。どうやら状況を判断する限り院が実在するのは確かだろう。兵ゆえの動向にも気を配りつつ、姿なき謎の暗殺者の手からイリア・プラティエを守りきる、そんな真似がお前たちにできるのか。人手がなければ難しいかもしれませんね。アルカンシェルへの連絡だけはせめてお前たちに任せてやる。脅迫事件の対策が捜査一課に引き継がれること、きちんと説明しておけよ。What a fucking asshole. I hate this guy. Fuck you. くそ。言うだけ言ってとっとと行きやがったな。しかも専用車でというのがさらにムカつく感じです。でも彼の言うことも納得できないわけじゃない。実際こちらで処理できる範疇を超えてきている気がする。リーシャとイリアさんには事情を説明して謝るしかないな。それしかねえか。仕方ありませんね。ちょっと待って。ロイド、あなたがそんなことを言うの。壁を乗り越えるってみんなでなら乗り越えられるって言ってくれたじゃない。なのにどうして。
エリー。おいおい、どうしたんだ。お嬢だってさっきは警察本部に任せるべきだって言ってただろうが。そう、そうよね、エリーさん。その俺だって悔しいし、何とかしたいと思ってるさ。エリーがそう言うなら、何とか別の手を考えて。ううん、いいの。ごめんなさい、ちょっと疲れているみたい。エリー、ま、今日はいろいろと厄介な連中とばかり顔を合わせたからな。アルカンシェルに行ってイリアさんたちに報告したら、戻って一休みしようぜ。そうですね、それがいいと思います。そうだな、エリー、それでいいかい。ええ、みんなありがとう。それじゃあアルカンシェルに行きましょう。All right, everybody is a bit on edge. Well, mostly Ellie, though. All right. あれ? Oh, Ellie, お嬢さん。Let me guess, it's her dad or her grandfather. おじいさま? Grandfather, yeah. アーネストさん! え? エリーさんのおじいさん? なかなか会えないが元気でやっているようだね。 仕事の方は頑張っているのかな? はい。 まだまだ新人なので至らないところもありますが、 マクダール家の名に恥じぬよう 精一杯頑張らせてもらっています。 前にも言ったが、 家のことは気にすることはない。 そちらの諸君は同僚の方々かな? はい。 はじめまして。 クロスベル警察 特務支援課 ロイド・バニングスと言います。 ティオ・プラトーです。 どうも、 ランディ・オルランドっす。 私の名前はヘンリー・マクダエルという。 どうやら孫娘がいろいろと世話になっているようだね。 いえ、そんな。 世話になっているのはむしろこちらの方で。 まあ、確かにお嬢には報告書とかの書類作りでもだいぶ助けられちまってるよな。 少しはランディさんも手伝うべきかと思いますが。 充実した職場で何よりだ。 しかし、お嬢さん、 たまにはご実家の方にもお顔を出された方が。 すみません。 せっかく自立したのに頼るのもどうかと思いまして。 ですが。 いいんだ、アーネスト君。 それだけエリーの決意も固いということだろう。 お前が選んだ道、納得のいくまでやってみなさい。 公私混同はできないが、できるだけ協力させてもらうよ。 はい、ありがとうございます。 それでは行こうか、アーネスト君。 次は商工会との会合だったな。 はい、5時からになります。 Those are quite the rims. すげえ車だな、おい。 やっぱりお嬢の実家ってものすごい金持ちなのか? その… ああ! ロイドさん? ヘンリー・マクダイル! このクロスベル市の市長さんの名前じゃないか! な… 何?本当ですか?
確かにデータベースでもそう記録されていたような。ふう、今まで気づかれなかったのが不思議なくらいだと思うけど。いや、最初に名字を聞いた時に引っかかってはいたんだけど、なんだかいろいろあったからすっかり流してたっていうか。いや、でも確かに面目ないな。まあ別に気にすることないわ。祖父が何者であろうと私には関係のないことだから。それより早くイリアさんたちに報告しましょう。面目ないけれど、きちんと引き継ぎのことを伝えないと。ああ、そうだな。ところで、そのお嬢のじい様がなんでアルカンシェルに来てたんだ？あ、そうね。今回の新作は市の創立記念祭と合わせて公開されるそうだから、その関係の打ち合わせにいらっしゃったのかもしれないわね。 Alright, well, I'm gonna speak to Ilya and the other chick, Rixia, the next video. Though, you know what? I kind of have a feeling that Rixia is behind this. I kind of feel like Rixia is, she doesn't want to do the show, so she set this all up. She is the one who sent the letter, you know? But I might be wrong, but I don't know. Anyway, I'll see you guys in the next video. Thanks for watching.